どうも、高梅です。1月サークル戦お疲れ様でした。私のサークルはおそらく13位確定です。さて、今月のサークル戦を一言で言うと、スワコ。これに尽きると思います。前回もクソボスでしたが、今回も案の定でした。前回、ラン、ルーミアが有効だったため、ランの復刻スペシャルガチャで素体を確保して、ルーミアもしっかり星6に上げており、ある程度対策をしておりました。これらのキャラ、特にランがいない人にとっては、今回のサークル戦はきつかったと思います。まず今回の MVP キャラはラン、ユユコ、アリス、間違いなくこの3体でしょう。ランに関しては言わずもがな、スワコ戦に必須であり、このキャラがいないと理不尽ゾーンに耐えられないといった感じです。今後ランに関しては絶対に使うので、星5以上には育成してください。次にユユコです。やはり星6ユユコは人権でした。スワコ戦ワンパンには必ずこのキャラが入るといった感じですね。アタッカーで星6最優先といったら、真っ先にユユコと即答できるくらいぶっ飛んでいます。次にアリスです。サークル戦の周回が進むと敵が硬くなりますが、アリス人形に関しては防御がゼロのため、ダメージソースとしては非常に有効です。アリスに関しては星5以上前提、上位だと星6前提になるため、こちらのキャラもしっかり星上げしましょう。この3キャラが今回の MVP ですね。無課金の人にとって相互祈願でかけらを入手するのが一番効率が良いので、無課金の人はサークルメンバー内で相互祈願の交渉をすると良いです。次にスワコが鬼畜すぎて凸ルートによる弊害が出ていた件です。とはいえ、サナイさん凸、カナゴさん凸は正直甘いですね。特にユウコ、ラン、アリスといったキャラを確保していても、スワコから逃げていた人は反省してください。今回のランキングはどれだけスワコを叩ける人数がいたかで決まった面もあります。サークルボスで5億いった、レミリア星6にしました、アリス星5にしましたと自慢しても、中身がサナイさん凸、カナゴさん凸だったら何の自慢にもなりませんからね。大したプレイヤースキルもなくて、正直サナエ、カナコ5億から7億で食い散らかされるより、スワコで1、2億出してくれた方が良いですよ。そんなにスコハンしたいんですかね。エンジョイ勢、まったり勢のサークルなら、まだしも50位以内目標でこれやられたら正直きついです。これが私の率直な感想です。理想的な凸としては、アリス持ちが必ず1日1回スワコ1凸するといった感じでしょうか。レイムを入れておけば、理不尽ゾーンに入る手前くらいなら持つと思いますので、そこで 1,2 億は出せるでしょう。スワコ2凸できる人なんてそうそういないので、スムーズな進行をするのであればこれが答えなのかなと思いました。次回のサークル戦までに育てておきたいキャラとして、ラン、ユウコ、アリス以外にも候補を挙げておきました。カッコ内は理想の限界突破です。少なくともランク13にはしておきましょう。次回はおそらく対マリサ戦で、地霊殿に住むキャラのダメージが上がるため、悟りあたりも育成して良いでしょう。以上、ご視聴ありがとうございました。